おはモーニング。この度皆様にご報告があります。私銀河一の陰謀は問題が発生して YouTube をやめることになりました。大変申し訳ございません。いや、辛いことがあっても腹は減るもんですね。ちょっとね、飯を食ってから理由とかもね、全部話していきたいと思います。ドーン！ということで、エモのラストクッキング始めていきます。皆さん、本当はね、引っ越して早々のこのうるさいニューメンバーたぬきちっていうのもいたんですけど、ちょっとね、お見せできなくて、多分ね、音とかではキャンキャンうるさく聞こえてると思うんですけど、正体はこのたぬきちでした。うるさいね、ピラニアちゃん。よいしょ。ラストはね、いいもと言ったら唐揚げでしょ。鶏肉ね、2キロ買ってきました。よいしょい。さあ、ドーン、手が検証になりそうだ。この包丁年季が入りすぎて切れねえんだよな。くそ、全然切れねえ。手で引きちぎった方が早いぐらいなんだけど。ちょっとね、量が多すぎるんで、ここで味付けしていきたいと思います。しゃーやん、酒がなかったので、ね、ワンカップ使っていきます。はい、ドーン。ちょっとね、これもったいないんで飲んじゃいたいと思います。しびれ、ニンニク消毒、ドーン。これ隠し味ですね。マヨネーズをね、ちょっと入れると美味しいんですよ。わーちゃおーって応援してくれましたね。すいません、最終回なんでリュウジも入れていきたいと思います。本当はね、唐揚げにリュウジ入れるとパクターって言われちゃうんですけど、最後なんでね。ちゃーあーちゃー、なんかほぼマヨネーズみたいな色になっちゃったんだけど、あれほど隠し味だったのに。ちょっと引っ越ししたてなんでね、トレーとかバットとかいろいろ見つかんなくて、段ボールに多分入ってると思うんですけど、とりあえずね、粉はこのボールでいきたいと思います。やっぱね、いいのといったら米粉ですよね。ってことで米粉も入れてきます。上物が出来上がったぜ。あれ、どうよー。そういえばね、汚いフライパンあったじゃないですか。あれね、引っ越ししたんでね、捨てたんですよ。こいつはね、今後使う油の相棒になりますね。ペケアファイヤー、ボーイ。今回はね、めんどくさいんで一度揚げて済ませます。ボーイ、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 よいしょ、よいください。ラストなんですけど、この量やばくないですか？すっごい量。これもう乗り切れないよ。じゃじゃーん！唐揚げマウンテン完成。いやー、お腹空いた。ということで、この唐揚げマウンテン食べていきます。じゃじゃーん！そういえば、今の油処理の方法をちょっと教えてなかったので、今回教えます。じゃん！固めるテンプル。何回も使い古した油の時とかはこういうのね、テンプルを使ってるんですけど、めっちゃ便利なんですよ。この熱々の状態で、ね、テンプルの粉になってるんですけど、これをちょーって入れて、これね、混ぜるんですよ。やばい、混ぜるんですよ。で、放置したら固まってるんでね、このままポーイってゴミ箱に捨てることができるんです。皆さんもね、ぜひ買ってみてください。じゃじゃーん、よいしょ、いい、いただきます。よっしゃ、乾杯。おいしい。ということで、いただきます。おいしい。やっぱね、いいもの作る唐揚げはマジで一番うめ。味変にメビーム、メビーム。今回のセブンの唐揚げに近いかもしれない。ちょっと今セブンの唐揚げ棒の秘密暴いちゃったかもしれないですね。じゃあ今回ね、なんで辞めることになってしまったかっていう理由をね、改めて説明させていただきます。
実を言うとね、人事の方には YouTube やること自体は了承をもらっていたんですけど、ひっそりとやってくれっていう風に言われていたんですね。まあだからモザイクをかけてたっていうのもモザイクの理由の一つなんですけど、パルム休憩の話だったりとか、まあいろいろあったじゃないですか。でそれが上司の耳に入ってしまったらしく、まあ上司がお怒りになったんですね。で社員の方だって上司の方には別に話さなくていいよっていう感じだったんで、人事の方とは話さなかったんですけど、まああの内容がちょっとあまりよろしくなくて、上司の方が YouTube をやめるか会社を辞めるかどっちかにしてほしいっていう感じのことを言われてしまいまして、今回 YouTube の方を辞めるっていう決断になりました。この間のネーネのムック本のサイン会にも皆さん来てくださって、インモにね会いに来てくれた方だったり、一緒におしゃべりをしてくださった方だったりとか、プレゼントをいただいたりとかもしたんですけど、あの時に、まあ、本当はもう結構話は出ていたんで、皆様に報告すべきかとか、いろいろなんか応援してるよっていう言葉だったりとかに対してちょっと戸惑ってしまった部分もあったんですけど、まだね未確定だったんでお伝えはできなくて、すごいあの時は、まあ、嬉しかったのと同時に胸が苦しかったっていうのが正直の感想です。まあ YouTube をやめるっていう決断に至ってたのは、やっぱりすごいあのムック本のサイン会で、あ、すごい自分のことを応援してくれてる方っているんだって気持ちで揺らいでしまったのも事実なんですけど、やっぱ YouTube って自分が頑張らないと一人では生きていけない職業だと思うので、動画を作ってコツコツね投稿するっていうのはすごく自分的には楽しい時間だったんですけど、それだけを仕事にして生きていくっていうとちょっと不安に感じてしまうっていうのと、やっぱこの銀河一の陰もっていうのはやっぱりねえの力があってこそ成り立ってたのかなっていうのが自分の中の意見があって、自分一人の力ってなった時にそれが果たして可能なのかとかいろいろ考えて上でこの決断になりました。でまあ古い考えなんですけど、社会人はやっぱ3年続けた方がいいっていうのが、まあ、あるじゃないですか。私自身もそれは結構思っていて、今の会社もすごい皆さんね、まあ、あんなこと言ってたんですけど、すごい皆さんいい方で優しくて、ずっとねこの会社で続けてみたいなっていう気持ちがすごいあるので、こういうね決断になってしまいました。応援してくれた皆様にこのような形になってしまって本当に申し訳ないです。でも、上司の方たちと話し合った結果、このね、銀河一致のチャンネルは思い出として残していくっていうことを了承済みなのと、まあ、ヌーの方のね、動画の芋も残して OK っていうことは了承済みです。あと、まあ、残りね、今月のライブ配信と、まだ出てないネーネの方の動画数本があるんですけど、そちらは投稿の方了承を得ることができました。なのでまたね、イモが恋しいとかね寂しいって思った時はぜひ動画を見返していただけると嬉しいです。ちゃんちゃん、そういえばね、ネーネのムック本のサイン会なのにインモへのプレゼントがね結構いっぱいあったんですよ。あれね、冗談半分に言ってたんですけど、ちゃんとね皆さん持ってきてくださって、これねまだ開封してないんでね、今回開封していきたいと思います。ちょっとね唐揚げが食べたくて仕方がないみたいなんで、ちょっと一旦これ下げます。ちなみにね、今回もね上司にバレちゃったんで、半分は上司にお裾分けしていきたいと思います。一旦撤収。よいしょ。ジェラピケ、これね、ピエンさんじゃなくてね、私にくださったんですよ。ジェラピケだからピエンさんかなと思ったんですけど。ありがとうございます。お、すごい。かわいい。これあれじゃない？おにゃんこぽんに似てない？今ね、ジェラピケ持ってなかったんで、助かります。初ジェラピケ！ありがとうございます。次、緑のタコさん。これはね、ムック本の時にね、おしゃべりした時にね、ネーネと色違いでインモにもくれるっていう話をしてくれたので。ありがとうございます。おもちゃのおもちゃじゃないよ、やめてね。次、これあれですよね。白身がピョンって取れるやつじゃない？すごい、助かります。ありがとうございます。さあ、動画で使いたかった。待って、すごいすごい。え、これ縁側じゃない？縁側の食品サンプルってないんですよ。どっから見つけてきたの？
これは絶対もうね、会社のバッグにつけていきます。すごい可愛すぎるんですけど、めっちゃありがたい。これどこで買ったんですか、ちょっとコメントで教えてください。カプセルが2つ、日高屋ガチャ、中身は餃子とレバニラ炒めですね。やっぱね、栃木なんで宇都宮と、この前動画で多分ウーバーのやつでレバニラ買ったからかな、分かってますね。ありがとうございます。次、今これもねお話でお聞きしていたんですけど、胸につけてほしいって言われたんですけど、それもね叶わなくてめっちゃね残念すぎる。でもね、ちゃんとちいかわのやつでめっちゃ可愛いんですよ。ありがとうございます。バッグとかにつけさせた。バッグにつけたら見バレしちゃうじゃん、やばい。でもね、家に飾っておきたいと思います。芋コレクションのところに入れておきます。次、花セレブとね、ティッシュなんですけど、やっぱ配信中で玉ねぎを切るともいいもんね。ティッシュタイム挟むと思うんですけど、そういうのを気にして、これ買ってくれたんかな。ありがとうございます。すごい。これ、あれじゃん？肩こりに効くさ。ライブ配信で肩凝ってるつってからこれくれたの？すごい！さすが気が利きますね。あとこちらの油。やっぱね、インモはね、油のスペシャリストなんで。しかも、ちょっと健康を気にしていただいて、健康オイルって書いてありますね。あとマジでこれびっくりした。いやね、インモね、ピクミン集めてるんですよ。めっちゃ嬉しい。かわちい、氷ピクミン。まだ氷ピクミン持ってなかったんですよ。ありがとう。縁側の、なんだろう。縁側エプロンだ。これつけて動画撮りたかったんだけど、くそ。動画は撮れないんですけどね。普段使いこれさせていただき、おもちゃのじゃないよ。ありがとうございます。じゃあね、めっちゃいいやつじゃん。ありがとうございます。あ、返し今家なんかボロッボロで壊れてて、ちょうど嬉しいのと、これもね、絶対使えるやつじゃん。ありがとうございます。次、餃子。かわいい。すごい。鍵とか、今ね、キーケースボロボロなんで、これに入れようかな。助かります。これがラストかな？可愛い袋に入ってる。夜用マスク。これ、すごいね。これ一枚で夜のケア完了だって。めんどくさがり屋のエイモにぴったりじゃん。ありがとうね。ということでね、皆さん、ありがとうございました。このプレゼント、一生大事にしていきたいと思います。買おうですね。ということでね、これで芋チャンネルラストになってしまうんですけど、今までね、温かく応援してくださりありがとうございました。まあね、一旦ここで終了はするんですけどね、もしね、芋の気が変わって、またね、YouTube を始めたりとかしたら、まあね、温かく応援してください。で、まあね、YouTube は続けなかったとしても、揚げ物はね、芋好きなんで、続けていこうと思います。ということでね、今までありがとうございました。おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。これが最後の投稿になります。1年ちょっとという間でした。とても楽しい時間でした。インモのファンの皆様は優しくて温かくて友達でありファミリー的な存在でした。最初は仕事と YouTube の両立が大変な上、姉の力で楽をしていると思われることもあり、何のために頑張っているのかわからなくなってしまうこともありましたが、仕事にも慣れ、コメントでも応援してくれるメッセージのおかげで乗り越えていくことができました。仕事も YouTube もとっても楽しい時間でした。みんなの応援のおかげです。一旦ここでお別れとなりますが、もしフラッとね、また始めたら温かく見守ってね。あと、動画はこれで最後になるけど、8月30日に21時から通常配信、23時からメンバーシップライブ配信をするから、ぜひ遊びに来てください。あーちゃん、おしまい。